皆さんこんにちは。女優の横山めぐみさんがピンクというキーワードで検索されています。おそらく皆さんの頭の中にハテナがたくさん飛んでいることでしょう。ピンクとは一体何がピンクなのか、その言葉で検索されている真相に迫っていきたいと思います。時は遡ること2016年、話題に上がったのがちょうどこの頃でした。同年10月11日に横山めぐみさんがTBS で放送されていた情報バラエティ番組爆報ザ・フライデーあの人は今、人生の決定的瞬間スペシャルにスペシャルゲストとして出演しました。ネット上ではピンクというキーワードで検索されているようでした。何のことだろうと疑問に思った人がさらに検索をかけていたようです。ピンクという言葉から少しいかがわしいことを想像した人もいたようです。これを読んでいる皆さんも少しは興味が湧いて、ついつい見たり検索したりする人がいるのではないでしょうか。その真相に迫っていきたいと思います。女優の横山めぐみさんという名前を初めて聞かれる方もいるかもしれません。真相に迫る前に簡単にプロフィールをご紹介したいと思います。横山めぐみさんは本名を美濃部めぐみと言い、1969年9月2日生まれ、東京都豊島区の出身です。映画、テレビドラマ、CM などで活躍していた女優です。現在はあまりお見かけしないので、過去形にしました。兄は、元プロボクサーの横山智彦さんです。かつて、オスカープロモーションに所属していました。現在は、プロダクション小木に所属しています。横山めぐみさんは、1987年放送の北の国から初恋で、純の恋人、レイの役でデビューをしています。その後2002年放送真珠夫人ではヒロインルリコを演じたベテラン女優です。横山めぐみさんはご結婚されているのですが、実はバツイチで2度目の結婚です。現在の旦那さんは報道当時アメリカンエクスプレスの副社長をされている方だったようです。それなので現在はそれほど横山めぐみさん自身女優業として活動していませんが、結構裕福な生活ができているのではないかと思われます。子供もいないようなので悠々自適な生活を送っていることと思われます。さて、気になるピンクの真相です。このピンクの真相あるいは理由には2つあります。1つ目の理由は、横山めぐみさんが日本テレビで放送されているザ・世界仰天ニュースに出演された時に語った内容が変化してピンクになったものと思われます。以前お化粧を落とすとほっぺが赤いということを言われていて、なぜ赤いのかは分かりませんが、リンゴ病がうつると言われていじめられたことがあるそうです。横山めぐみさんのお母さんもほっぺが赤いらしく、遺伝なのだそうです。リンゴ病とは伝染性紅斑との正式名ですが、頬がリンゴのように赤くなることから通称リンゴ病とも呼ばれています。5、9歳頃に最も多く発症します。原因はウイルスの感染です。赤血球の膜表面にある P 抗原を受容体として感染し、主に赤芽球前駆細胞に感染して増殖するそうです。このエピソードを披露したことで赤いイメージがピンクに変化して、気になった人がピンクの用語で検索をかけたのでしょう。2つ目の理由は、横山めぐみさんは昔からピンク好きなのだそうです。ピンク色のキラキラしたものが大好きだそうで、そんなピンク好きから検索されたのではないかとする説です。ネイルで有名な愛子さんのブログでも、横山めぐみさんのネイルがピンクでした。例えは古いですが、林家ペーパー子かと言われるくらいのピンク好きみたいです。それなのでピンクというキーワードは皆さんが想像されているような際どい内容でなく、それなりの理由であったということです。リンゴ病のようにほっぺが未だに赤いということと、ピンク好きがネット上では検索されているということです。とかくそのように検索されるほど衝撃的な内容だったのかといえば、甚だ疑問ではあります。この報道から分かったことは、横山めぐみさんがピンクが好きである、あるいはピンクに関わりがあるということでしょう。オスカープロモーション出身、プロダクション小木移籍とあって、その美しさから美人女優として知られている横山めぐみさん、そんな横山めぐみさんの現在の芸能活動はどうなっているのでしょうか。
往年の名作関連の仕事も舞い込んでいるようです。またプライベートでは結婚、離婚、再婚を経験しており、現在の夫や元夫はどんな方なのでしょうか。横山めぐみさんは2022年4月末から所属事務所を移籍されています。新しい事務所は石坂浩二さんや仲間由紀恵さんも所属するプロダクション荻です。それも関係あるのでしょうか。同年5月14日から SNS も開始されています。趣味であるお酒や料理、着物などについて発信していくことを誓って開始しました。投稿を見てみると、土井善晴先生のセミナーにも参加されるなど、特に料理は本格的に学ばれています。実はこれまでこうしたプライベートを公開することを避けてきたという横山めぐみさん。女優というお仕事上、私生活のイメージはその障害になると考えていたようです。ただ何かと不安定な世の中で、ご自身の好きなものをシェアすることによって日々の気分を上げていきたいというのが SNS 解禁の理由ということです。八丁味噌をはじめ数種類の味噌がお家にあって、スティックサラダをそれでいただくという横山めぐみさん。ファンの皆さんがこれまで見たくても見られなかった横山めぐみさんの姿をこれからは堪能できるようです。横山めぐみさんといえば、フジテレビ系北の国から初恋の大里玲役を想起する人も多いことでしょう。なんといっても吉岡秀隆さん演じる純の初恋相手でした。雨に打たれ納屋で下着姿になった大里玲と純の会話の中では、お互いに好きな歌手である尾崎豊さんの話にもなりました。その縁もあって2022年8月20日放送の BS 富士輝き続ける尾崎豊に出演されました。35年前の女優デビュー作で演じた役が代名詞となるという運命的な女優道を歩んでいる横山めぐみさん。もちろん2022年5月20日には TBS 系インビジブルへ IT 企業の CEO 役としてゲスト出演されるなど活躍を続けられています。しかし可憐なレイちゃんの衝撃は今なお多くの人の心に残っているようです。女優として活躍していた1995年9月に横山めぐみさんはご結婚しました。お相手は大川康樹さんです。横山めぐみさんより6歳年上の方で、身長が184センチメートルもあるモデルのようなイケメンだったようです。大川康樹さんのお仕事は身長を生かしたモデルではなく、主にテレビ番組や CM のナレーションをこなす声の仕事のようです。代表的なものには CM の花王、グリコ、カネボウ、富士ゼロックスなど大企業が並んでいますので、相当な実力をお持ちなのでしょう。そんな大川康樹さんと横山めぐみさんは2002年の12月に離婚を発表します。離婚する1年前からすでに別居生活もしており、2001年の時点で周囲では離婚するのではと言われていたそうです。離婚理由について横山さんはお互いの価値観の相違と述べられています。2001年から2002年といえば、横山めぐみさんは真珠夫人でヒロインに抜擢され、女優活動が多忙を極めていました。そういった背景からも元夫の大川康樹さんとの時間がなくなり、徐々に気持ちの距離が離れていってしまったのではないでしょうか。横山めぐみさんは2002年に離婚されてから4年後の2006年に再婚を発表します。お相手は二戸守さんです。この方は横山めぐみさんの7歳年上で、二戸守さん自身も再婚だったそうです。二戸守さんとは2005年に出会い、半年後にはスピード結婚という形になっています。二人は出会った時からすでにお互い結婚を意識していたそうで、知り合った3ヶ月後には同居を始めていたといいます。再婚同士だったこともあり、失敗したくないという思いが二人にはあったらしく、同居している期間にも二人でよく話し合いを重ね、結婚まで至ったとのことです。そのおかげか、結婚してすでに15年以上経ちますが、いまだに二人は周りが羨むような仲の良さを見せているようです。二戸守さんについては経歴とお仕事がすごいと言われています。東京大学文学部を卒業後、ニューヨーク大学で MBA を取得しました。お仕事は外資系大手審判会社アメリカンエクスプレス日本支社の副社長ということです。これは再婚当時の2006年ですので、今では役職もさらに上がっていると思われます。横山めぐみさんの再婚は当時セレブ婚と言われ、玉の輿に乗れているようです。夫婦で仲良く暮らしているので、
きっと幸せなのではないでしょうか。横山めぐみさんの性格は実はおっちょこちょいなのだそうです。オスカー女優として整った容姿を持ち、隙がないようにも見える横山めぐみさんですが、その性格は意外なものでした。横山めぐみさんは寂しがり屋の面を持ち、また甘えん坊な仕草を見せます。お酒が大好きな横山めぐみさんが酔うと、そういった面が如実に現れてくるようです。さらにおっちょこちょいであることから、周囲にはお酒を飲む時には心配される時もしばしばあるそうです。2度の結婚をした横山めぐみさんですが、子供がいる情報はありません。子供を作るご予定がもともとなかったのか、女優という仕事柄産まない選択をされたのかは分かりません。女優として数々の作品で活躍しておられる横山めぐみさん、現在北朝鮮にいると噂ですが、これは間違いであることが分かりました。おそらく北朝鮮にいると言われているのは横田めぐみさんのことだと思われます。検索間違いでそのような噂が出たのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は横山めぐみさんのこれまでの経歴や私生活について深掘りしてきました。今も昔もとてもお綺麗で、全く年齢を感じさせない素敵な女優さんの一人です。現在話題になっているドラマや映画に出演しているということはないようですが、女優としてコンスタントに主演級ではありませんが、やはりテレビドラマを主体に活動を続けておられます。 TBS ドラマ砂の塔、知りすぎた隣人の麻生博子役で出演しておられましたが、その美貌と演技に釘付けになった視聴者も多いのではないでしょうか。女優の横山めぐみさんのデビューは1987年、倉本聡原作テレビドラマ北の国から初恋でデビュー。尾崎豊の I Love You とコラボした衝撃の演出で青春期の男の子女の子を魅了しました。1987年当時、横山めぐみさんに相当参った男の子は多かったと思います。今現在は一度離婚を経験されていて、2回目の結婚ではアメリカンエキスプレスの副社長二部守という方と再婚して、今は順調な夫婦生活を送っているみたいです。公私とも順調そうで、素敵な結婚生活を送っているようで何よりです。話題に上がっている太ったというキーワードで調べてみました。どんなひどいコメントが出てくるか検索してみました。横山めぐみ太ったな、でも美しさ変わらない、人間らしくていいね、いろんな役似合いそう、横山めぐみ太ったな、顔の肉肉肉、横山めぐみ太った、首のシワが一番年齢出るところだしな、てかほんとバブル顔だね、横山めぐみ年取ったな、ちょっと太ったか、横山めぐみすっかり太ったな、綺麗やけどあんまりにもピチピチしてるよりは程よい肉の感じのが自然やけど、横山めぐみスマスマ出てた頃よりだいぶ太ったような、綺麗ではあるけど顔の下半分がパンパン、あまり動かないんだけど何か入れたのかな、横山めぐみ太ったけど可愛いな、ドラマの役も雰囲気いいな、横山めぐみ太ったより可愛いな、確かに顔の肉や首のシワなど太ったというコメントが多かったですね。コメントしている半数くらいの方が太っても美しい、綺麗、可愛いなど太ったことに肯定的なコメントをしていることが分かりました。もともとお綺麗な女優さんなので、多少太ってもその美貌は健在ということですね。さらに太ったとは言っても全身を見ると全然太っているようには見えませんでした。もともとスリムな方なのでそう見えるだけかもしれませんね。これからも美しい横山さんの演技楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。